東荒木停留場は、高知県高知市、高須荒木にある都佐電交通五面線の路面電車停留場。東荒木停留場は1975年に新設された停留場である。乗り場は2面あり、2本の線路を挟み込むように配置される。互いの乗り場の位置は橋向かいに離れていて、東に、張間や橋方面行きの乗り場、西に、 五面町方面行きの乗り場がある。張間や橋方面には安全地帯となるホームが設置されるが、五面町方面は北を併走する道路上に白線で乗り場が示されるのみ。AB 今尾啓介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、60ページ。ISBN 七十八から四から十から十九万十九から六 服部重高、路面電車新時代 l r t への軌跡三回道、2006年、296ページ、ISBN4 から381018168。上野広と、土砂電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 ABC 川島慶像、四国、九州ライン全線、全駅。 前廃線第2巻四国西部エリア、高段車、図説、日本の鉄道、2013年、34.91ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。ありがとうございます。